R32 のリの R32 フレンドでもある、まあ、付き合いの長いこのチーム名から紹介できるところがちょっと嬉しい、えー、愛知県ゲットドランクの神谷ごくんです <laughs> このね走り屋回顧録だね。走り屋回顧録大体チーム名があるっていうのが一番かっこいいえらい、うん、あのなんとかのなんとかくんですって <laughs> <ー>紹介したいのよだけどさチームとか入ってなかったんでってやるとさ <laughs> あるよね。それはね、ちょっとね、寂しいでもあなたの場合は今でもちゃんとありますからこれは後輩がイカ天に出たくてイカ天に使ったやつなんですよそれが一番かっこいいでしょこういうチャンネルこういう番組でゲストの時にはチームなんとかなんとか踏んですってうわってこれが出てくるとドリフトチームだよねこれがあるかどうかであの。 まあ、ドリフト野郎には二種類いまして、イカテンに出たやつと出てないやつっていう。<laughs> あー <laughs> そうだね。そうなんですよね。出た側ですかこれ僕、出てない側なんなんなんだよそれ <laughs> <laughs> いきなりそれいきなり冒頭の無料文でいきなりぶっこむそこ <laughs> 出てない側なんですよ <laughs> ちょっと待ってちょっと待ってごめん、あのー、痛いとこ刺しちゃった刺した心が痛い <laughs> あ、走り屋には二種類いてとか言って <laughs> そう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 。<laughs> 出てない側に <laughs> もうあ,あたかも出たかのような <laughs> 出たやつだって紹介したかったのにそうこれがあるのに、うん、出てないそうなんですよちょっと待ってこの話は有料になって後でね <laughs> <laughs> え現在はここにあるじゃんね。はい。V35 で、えー、フォーミュラー D にで、えっとフォーミュラー D, D に出て、出てえっと今はライス,ライス出てる。もうさここ数年の五年ぐらいのイメージでいくと V35 乗り、のそう。でり一応切り開いてる感はあるけど、そうですよね。実は僕らが知ってる、えー、ゲットランクのゴー君というのはこっちですよね。そう。R32 で。 えー、今はだめなんだけど昔は走れた N タとか <laughs> <laughs> を主戦場に早早<あ> <laughs> 早い早い早いいまだ早いこの車はどっちかというと道路にさ白線というのは真ん中に引いてあるよ <laughs> のところに走ってる。ね、はい。R さんに乗りとして有名だったよね。そうで、ん、す。かつてはね。もともとは。で、うん、この時代に何が起きたかっていうのは、うん、もう後々言えない。<laughs> 後々ない。これは皆さんが一番気になる、えー、道路交通法との戦いだから。<laughs> <laughs> <laughs> 今はね審査員や車検員たちの戦いをしてる。そうですね。昔はあのね警察とか国家権力との戦いを勝ったもん。とか陸地とかの戦いをしてたけど、査員っていうのは車検だからね。そうそうそなんだよ。その話は置いといて、この今ね柔かいところは競技ね。競技な。で、ワライツでやったわけですね。そう。二千二十三。何位で終わったんですか。えっと最高順位が。 単層十七位。え、もっといい時なかった？ないないない。本当？追想行ってないもん。今年？な、これ乗ってくる。え、ライツでこれ追想行ってないの？行ってない。だってね、でもね、俺は知っている。あなたはちゃんとした社会人だから、ライツの事前練習に行ってない。行ってないんですよ。金曜ライツってのはさ、土日ってあるじゃんね。土日ってある？土日。土日？うん。二千あるか土日？そう。うん。 金曜日が公式練習ででそうですこの公式練習にあなたは仕事を休めないから行ってない。はい、出たことないです。で土曜日の朝一の普通の公式練習しか走れてない大体いい5分そう3週3週 <laughs> 5分ってないか <laughs> D1 ライツ選手ってまあ D1 選手もそうだけど <laughs> あのちゃんと仕事を持ってたら結構厳しいよね <laughs> いやー厳しいですよ、うん、みんなだってさもう木曜日あたりから走ってるやついるわけじゃんだってねすごいですもんね速、うん、いやつなんか。うん 水曜日ぐららいからフリー走ってとか行くでしょ一回ブローしてから直して持ってくるぐらい走ってるそう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 ほなら無理無理あんた土曜日の朝これ積んで <laughs> そうです金曜日の夜ここで積んで行く、うん、あれそれでもっとかわいそうに走れないって時なかったっけ日光とかでも日光…追加練習みたいなのもできなかったんだっけ日光の時は、うん、えっと 一週、練習一周。あ、二週か。二週。うん。二週だけで、終わった。で、予選。予選。あの、なんか変なコースだった時あったじゃないですか。あ、なんか帰ってくるみたいな。あれの時って、こう、結局。何、行って帰ってになるもんで。い、一人ずつしか走れないので。二週しか走れなくって。これで本番僕って。あと、予選二回でしょ。そして、さようならですよ。はい。 それにいくらかかるんですか。入場料とか、参加費はいくらですか。あ、えっと、参加費が確か。九万。九万払って。四週して帰ってきたの。そうそうそう。いやいや、二日間があるからすね。次週。うん、八週。竹遊び。だ竹遊び。竹遊びだ。うん。じゃあ、まあ、残念ながら、二千二十三年は、予選通れなくて、だけど、その前もあるじゃん。 フォーミュラー D 時代はフォーミュラー D 時代 NA で予選通った通ったでしょはい NA の時に通ったでしょそうそうそうあまりにも遅くてどうにかしてくれあいつ森さんと戦ったんですよ森さん森じいちゃんとああそっかそっかそうそう森じいと戦って恵比寿だっけ恵比寿西の恵比寿西で雨で予選通っちゃったもんでそうだよ雨で通っちゃったんだよみんながアホみたいにスピンするじゃん 点になっちゃうからねその頃のフォーミュラ D 今だと1になるのかなよく分からんけどがまあレベルが低いこと低いことでなんか行ったらいけるんじゃねってなってフォーミュラ D 行っちゃえって言って NA のまま出てたじゃんブリトカラーでそしたら恵みの雨来てよしいけるって行って。 残ったよしよし森じちゃん700馬力あるのって僕230馬力だけどってそれでごめんっつって言いながらでもやっぱ並んだらさバチバチじゃん向こうは知ないよこっちはもうやったるぞだわ必死についてこうとするんだけどさ何もできない とりあえず読んでえっ行くんだけどもう何も届かない。いやそれは後はけどさ前の時どうなのその場合って。前の時は詰まりまくるの。これが前僕が走った時に確かにね森井スピンしたんです。じゃあそれで遅すぎてスピンしたの。そう。多分僕の合わせれなくてで勝ったと思うじゃん。全員がもうスポットもよしよしよしっつって。 行ったのにもかかわらずなんか追走が離れすぎ僕が遅すぎてで、追走になってないからっていうわけのわからん理由で昔、だって86はなんか遅くても OK みたいな d 1ってあったじゃないですかそういう考えでいきゃ遅いけど頑張ってるから行けるでしょってなったはずなのになんか遅すぎてだめって言われて森地が勝ったんです。 意味不明ですね。意味不明。まあ僕も見てたんだけどその時は意味不明とか思いながら。だったらエントリーさせんだよね。そう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 何百馬力以上じゃなきゃダメとか言ってくれれば出なかったのに。そしてイカッタゴ君はチャージャーをつけたんですよね。そうし、もうそんなこと言わせない。言わせない。チャージャーをつけたわけですよね。まあただ一年シーズンは出たですけどね。そう、エントカラの時はね。そう。でチャージャーつけて、それもホォーミュラで出てた チャージャーはねライズってあそうカラスライズでチャージャー、うん、フォーミナでもういいもういいってっ <laughs> いいそんな僕をいじめるような人ももういいみんなパワーないなら <laughs>、うん、出るなと言わんばかりな人たちばっかりだったからみんな言ってた <laughs> なんかレベルを合わそうよみんな <laughs> みんな言ってたあのスカイラインはないよね そこでじたまたせずにスッと身を引いたわけですね、うん、そうそうそう <laughs> まあ言ってるだろうなとは思ってたけど一、うん、年は出るって言っちゃったからまあ出たろうと思ってだってさ、うん、これからは v 三五とか z 三三の時代が来るわけだし、うん、そう何でもかんでも通じへ乗せたりとかさね、VR 乗せたりとかじゃなくて、うん、このまんまやったらどうかっていう人の気持ちも背負って出たんだよ <laughs> あれすごかった あんただってこれだったらさ、うん、別にとってそんなにいけるわけじゃない全然いけるぞゴ <laughs> <laughs> ーミラディーナが特に原さんに強えんだからさ、はい、全然いけるこンだったら700バリしすぐ出るわけじゃない出てた。あ <laughs> えてこれで出たのに、うん、全部こうなったわけじゃない <laughs> <そ>う。<laughs> <laughs> もうちょっと。 とこれを要はエンあうんこれもあんまりね後にしようかなでそれでこのところあの V35 とか V9 エンジンのオーナーに夢を持たせるためにあなたは V9DM というね V9 のドリフトミーティングをやってやっております五年目六年目違うよ四年目が四四回目あれでじゃないかな二千十九からなんで確か。 これね。ね。4回目回目か、4回を年に1回にそういうの出たからそういう人たちの主催者であり看板マシンであるからこそまだライズに出て実力を V 級なめんなよっていうことでせっかく稼いだから全部使い今でも出ているわけですよね。そうです。土曜日になったら 先と行くわけですよね。土曜, <laughs> 土曜日になった先と。土曜の晩は？土曜の晩はね。ああ<ー>。どっちが違う。土曜の朝から行くわけです。<laughs> だからまあ成績がまあちょいちょい,いいくないこともあるんですけど、そういうつもりでやっているという男を応援してやってくれないかと。そうです。いうところですよ。そ,すそんな今や真面目になったゴー君が、うん、えー不真面目だった時代の話を<おー> <laughs> <laughs> することにしますので。はい、何分だった？うん、もういい？ しますので、無料の方は、これでさようなら。とというこになります正義の豪君だけのイメージで、これからも応援してくださいいい僕は子ですそしてメンバーシップに入ってる方と、これから入る方は、そんな真面目なわけねえじゃん今や時効となった話を、なぜここまで来て、今、何歳もう 四十一になるもうじき十八、うん、歳ぐらいからのストーリー始まるですかもっと前からいくんですかもっと前ですねその辺の話を、えー、紐解いていきたいと思いますので、はい、無料の方は一回 <laughs> さよなら <laughs> <laughs>